キョンキョンです。今回はボートレース徳山さんにお邪魔しております。夏ということで選手の皆さんに今年の夏やりたいこと、それとボートレース徳山さんといえばモーニングということで朝ごはんにフォーカスを当てた目玉焼きには何つけるという質問と、朝食はパン派ご飯派っていうのを突撃して聞いてまいりたいと思います。めっちゃ知ってる子みたいな。今年の夏やりたいこと、バーベキュー、バーベキュー、海、泳ぐ、キョンキョンほど泳げない、泳げない、くつろぐみたいな、くつろぐ、旅行、したい、解放されたいです、解放ね、はい、ありがとうございます、はい、旅行、あの最近お城を巡ってはるんですか？あ。ちょこちょこ船舶の前とか一人で行ったりとかしてます。次どこ行きたいとか狙ってるお城あるんですか？ちょっと分かんない。でもまあ、はい、あの夏あのバスケに沖縄に行ってきます。お、今年の夏、今年の夏目玉焼きには何つけますか？え、醤油じゃないの？え、違う？いや、結構いっぱいいるんですよ。あ、そうなんですか。醤油派です。塩です。そうな。こちらは、宿舎はご飯、家はパンです。あ、一緒です。あ、一緒なの。ありがとうございます、はい、ちなみにパンには何塗るんですか？最近は家は何も塗ってない。何もなしの。あの買ってきたなんかお惣菜パンとか。そのパン、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パン。今年の夏やりたいことを、子供をお祭りに連れて行きたいです。コロナが明けて、コロナが明けてるからいいですね。醤油、醤油どっちでも、どっちでも急に来るじゃん。すごい。今年の夏やりたいことは、バジージャンプしたいです。目玉焼きには、醤油です。朝食は食べないです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんか沖縄に行きたいです。ドケチャップつけます。ご飯派です。おすすめの具材は、明太子が好きです。ありがとうございます。お願いします。今年の夏やりたいことですか？あ、長岡花火大会に行きたいです。長岡まで、はい、すごい規模がでっかいから、はい、規模がでっかいから行ってみたいです。目玉焼きに何つける？醤油つけます。醤油、はい。朝食はご飯派です。ご飯派、はい。ご飯のお供は？ご飯のお供は味付けのりです。味付けのり、はい、シンプル。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今年の夏やりたいことは、今年の夏やりたいことはサーフィンしたいです。サーフィン、それはやったことある？ないです。あ、初めての挑戦ってことですね。はい。目玉焼きには、塩コショウ。塩コショウ。朝食は、ご飯。ご飯です。ご飯は、はい。ご飯のお供はおすすめ、納豆。納豆、健康的。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。では今年の夏やりたいこと、今年の夏、グランピングとかしたいです。好きなんや、アウトドア。好きです、はい。それはいい。目玉焼き、目玉焼きには醤油、
醤油、はい、ご飯、ご飯、はい、ご飯のお供で好きなのは、なんだろう、私納豆とか好きなんで、納豆ご飯も好きかも。その時ね、なんかちなみに辛口だけだと思いきや、はい、書道八段っていうタレコミが、そうですそうです、今度ぜひ、はい、ぜひぜひ広めお願いします。はい、お願いします。こちらこそありがとうございます。はい、頑張ります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ぜひ今年の夏やりたいことを教えてください。プライベート、プライベート。おはようございます。しなければ、まあ、ないでも水着が着れるような体になりたいです。目玉焼きには醤油、醤油、そんな続く。ご飯、ご飯、ご飯、ご飯には何が、何をつけるんですか。卵かけご飯です。卵かけご飯は最高ですね。はい、ありがとうございます。夏ですか。家族旅行がしたいです。醤油。どっちも派。どっちも派。パンだったら何つけるんですか。パンだったら、惣菜パンが好きです。惣菜パン、はい、ご飯には、ご飯は、それこそ目玉焼きとかでがっつり食べたい。一緒にご飯の惣菜ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今年の夏やりたいことは大阪支部の山下直人、うん、ウェイクボード、ウェイクボード、はい、いつも毎年やろうって夏言ってるんですけど、予定合わないんで、じゃあ今年こそ、はい、今年こそ船持ってるみたいなんで、すごい、親戚の方が漁師さんで、はい、じゃあちょっとやりたいです。目玉焼きには醤油です。醤油、半々です。半々、半々、半々、なるほど。ご飯、ちなみにご飯のお供は、あ、そうですか、卵焼きですか。卵焼き、お味噌汁。ありがとうございます。ありがとうございます。下がりますよ。天体観測、めっちゃいいやん。卵焼きを持って、はい、いいね。目玉焼きには醤油です。醤油、ご飯派。ご飯派。ご飯のお供は、漬物。ありがとうございます。今年の夏やりたいこと、何する、何する、私もこうやってパーマかけた。だいぶ取れてますけど、かわいい、ゆるいのが好き。ありがとうございます。かわいい、嬉しい。醤油、マヨネーズたっぷり、マヨネーズたっぷりの醤油。デブは絶対ご飯、ご飯。一応ありがとうございます。あっちに聞いてやってみよう。目玉焼きには醤油、醤油、ご飯、ご飯、お供は、ご飯、お供、ご飯、味噌汁、味噌汁。ありがとうございます。ありがとうございます。美ボディになることです。美ボディ、楽しみにしとこう。もう美ボディやけど。目玉焼きにはマヨネーズ、マヨネーズ。朝食は、どうやろう、ご飯かな。ご飯、はい、お供で好きなのは、お供で好きなの、鮭、鮭。ね、みんな結構あれですね、和にはわ、あ、そうなんですね、納豆とか。あ、うんうん、納豆も好きです。はい、ありがとうございます。はい、頑張って。ありがとうございます、頑張ります。はい、今年の夏やりたいこと、グランピングとかの目玉焼きは塩です。塩派。朝食は、あ、パンです。パン、はい、ありがとうございます。はい、で占いの勉強。そう、そうなんです。自分ここで働かせてもらってるのも加藤さんに占ってもらってなんですよ。ありがとうございます。目玉焼きには、目玉焼きに何つける、あ、今日朝目玉焼き食べた。何つけてたの。醤油とマヨ。醤油とマヨ。朝食は、今ご飯派。ご飯派。お供は何。今日はあれやった、昆布。昆布、みんなはやっぱ和なんですね。和になる。ありがとうございます。ありがとう。私の夏したいこと、沖縄に行きたいです。目玉焼きには醤油、醤油、ご飯。
ご飯お供でおすすめは？え？ご飯のお供。ごま塩。ごま塩。ごま塩のふりかけ。ふりかけとかあるんや。はい。赤飯ですか？ごま塩食べたことないわ。めっちゃ美味しいですよ。白ご飯にごま塩。やってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年花火見に行きたいです。最近夏祭りとかなくて見に行けてないんで花火。どこがいいのか。下関の あれね、あっこや、はいはい、あそこの大きい海峡のやつ。目玉焼きは？目玉焼きは塩コショウ派です。はい。あ、朝食はパン派です。パン派。トーストとか。トースト好きですね。パン好きです。トーストには何ですか？トーストはバターシュガーですかね。美味しい。甘いのが好きです。ありがとうございます。今年の夏やりたいこと、はい、花火大会、はい、淀川ですか？花火大会も行ってない。コロナなってから行ってないか。行きたい。行きましょう。目玉焼きには塩コショウ。朝食はご飯は、ご飯のお供は明太子。ありがとうございます。セリー、今年の夏やりたいこと、お祭りに行きたい。お祭り、はい、お茶屋さんの花火大会。あ、花火の方がいい。目玉焼きケチャップ。ケチャップ。ケチャップ。朝食はどっちでもいいです。どっちでもいい。ありがとうございます。またお願いします。やりたいこと特にない。あ、目玉焼きは醤油派です。醤油派だな。朝はパン。トーストとかですか？あ、うん、クロワッサン。クロワッサン。ありがとうございます。はい。ありがとう。今年の夏やりたいこと、VR が欲しいですね。これは目玉焼きには塩コショウです。塩コショウ。朝食はどっちも好きですけ ど、ご飯派にしてます。ご飯派、ね。はい。お供は好きなの？生卵です。お、卵かけご飯、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶり。とりあえず復帰おめでとうございます。ありがとう。待ってました。今年の夏やりたいこと教えてください。なりたいことは毎年なんですけど海で泳ぎたいです。綺麗な海で、はい。目玉焼きは醤油です。朝食は？朝食はご飯です。ご飯のお供は納豆です。納豆。ありがとうございます。はい、頑張ります。おはようございます。今年の夏にやりたいこと知ってる？ライブでしょ。あ、ライブはできればちょっと好きなアニメのライブ行きたいですね。で、あと釣り。釣り誰と？京子さん。うん、それか。京子さんと釣りに行く。あと目玉焼きには醤油。醤油。ご飯。ご飯。ご飯のお供は？は、節子の作るなめこ汁。うん。お母さん？あ、お母さんです。節子。節子。節子。ありがとうございます。キョコさん何つけるの？自分？ご飯は、梅干しと、卵かけご飯も好きやし。あ、わかる。卵かけご飯好き。結構何でも好き、ね、一個にいろいろ乗せるかも。ご飯があれば何でもいける。ありがとうございます。こんなもんすかね。ありがとうございます。恥ずかしいわ。私の夏行きますよ。行きましょう。行きますよ、釣りに。なんか海に潜る。潜りたいです。なんか斬新。潜りたい。潜って魚見るとかですか？あ、そうそう、そのやってみたいなっていう。あ、魚の月を。月もやってみたいなっていう。あ、かっこいいですね。バイク買ったんですけど全然乗れてないから、ちょっと今年バイク暑いけど乗ってみたい。何買ったの？ SR の400。間にかかんないです。え、キックスタートが。あ、今エンジンかかんない。間にとったら余計かからへんやろ。今やばいかもしれない。目玉焼きには
マヨネーズと醤油ですかね。醤油だけ。醤油だけ。朝食はパン派です。パン派です。パン、トーストとかですか？普通にいろいろ。いろいろです。いろいろ。ありがとうございます。はい。はい、以上です。以上です。すみません。ありがとうございます。今年のやつやりたいことは、私泳げないんで海行きたいんですけど、海行けないんで海で、ではい、泳げないです。溺れてから泳げなくなりました。沖縄にいらっしゃる、はいはい、でもバーベキューはやりたいんで、日焼け止めは買ったんでバーベキューやりたいです。ビーチで、はい、最高ですね、はい、沖縄で。目玉焼きには醤油。醤油。あ、ご飯。ご飯、はい、お供で好きなのは。お供で最近好きなのは高菜と明太子。わー、そこは福岡だ。そこいつも福岡の帰り買って帰ります。はい、ありがとうございます。はい、終わり。終わり。そんだけ。そんだけです。なんかめっちゃいい方ですね。やばいよ、中は見たらやばいよ。隠してます。ありがとうございます。今年の夏やりたいこと、どこか音楽のフェスかなんかに行けたらいいなと思ってるところ。お目当てとかはあるんですか？いやー、最近が流行りでしたから、いっぱい出てればいい。あのフェスやったりそう、お酒飲んで音楽聴いてっていうのが憧れる。雰囲気楽しい。楽しい。ソース。ソース。うん、ソース。今日初です。嘘。え、はい、ソースつけないの？しかもあの、うん、ウスターね、ウスターの方ね。本当はご飯がいいんだけどパン派。家は手軽にパン派になっちゃう。ソースとかですか？何バターと蜂蜜。ちなみにご飯で好きなお供とか。ご飯のお供。ああ、つぼ漬け。昆布？昆布だけじゃなくて、つぼ漬けも入ってる昆布を、入ってるかな、ファンの人が教えてくれて、めちゃくちゃ美味しい。スーパーに売ってるんですけど。スーパー、スーパー、スーパー。大阪にもあるんですか？わかんない、探してみないと。つぼ漬け昆布かなんか、つぼ漬けなんとか。気になります、うん、ありがとうございますめちゃくちゃ美味しい。はい、ありがとうございます。以上、はい今年の夏やりたいこと。今年の夏やりたいこと、なんだろう。コロナでできんかったこととか。この間子供たちと妹たちの、と妹たちの子供たちとちょっとバーベキュー行ったんですけど、すっごいがっかりだったんで、リベンジしたいって話をしてるんでバーベキューかな。バーベキューリベンジという。はい、リベンジ。目玉焼きには醤油。醤油。あ、基本ご飯派。ご飯派。好きなご飯の。もう白米だけでもいけるタイプです。おちなみにそのがっかり、何ががっかりやったんですか？なんだ、しょぼかった。しょぼかった。いろいろ具材とかいろいろ、この値段でみたいな。あ、そういう感じか。じゃあもうこの間の優勝賞金で、はい、シャトーブリアン焼きますか？あー、たかられますね。はい、ありがとうございます。夏いつも私体調崩すよ、はい、夏先取りで、うんうん、だから元気に夏を迎えたい。元気に待ってますね。そうそうそう、元気な姿を。目玉焼きに何つける？私何もつけないから。ノーマルで、うん、ノーマル、うん、何が多い？一番ちなみに今のところだ醤油が一番多かったです。あ、そうなんや、はい、ご飯。ご飯。ご飯のお供で好きなのは納豆。納豆、うん、納豆に大根おろし。え、大根おろしとしらす。はいはいはい、あ、混ぜてと、混ぜて温玉と。おお、ボリュームある。そう、なるほど。は、それは初めてです。ご飯は、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。今年の夏やりたいこと。今年の夏やりたいことは登山ですね。登山。
なんか深尾さんからタレコミで連絡したらいつも山におるって言うけども山の神なんちゃうって今日も山から今日はもう山から山登りですね。どっか狙ってる山とかあるんですか？でも立山、富山の立山はすごい好きなんですけど、今年立山に住所を移そうかなと思ってます。元気が、はい、あ、いいね。目玉焼きには醤油ですね。醤油、絶対ご飯です。ご飯、はい、ご飯大好きなの。お供で好きなのは納豆 と生卵、うん、セット、セット、ハッピーセットですね。セット、ありがとうございます。